血ですかこれ。血です。ここ初めてやるわ。あ、そっか。え、何ここ。ああそうだ、そう、最初車からスタートするからなんか場所を見失うんだよね、うん、なんか変、そう。みんなもう一直線に走りがちな、ここ、ね、なんか敵をスルーした気がする。うん、走んのおっせー。旧作やってたの。あ、決まりルート。うちで強えな、このストックレス LMG。 ね、 ね、 ねじゃねえよ。でしょ、そんな強い。わかるんだよ。せんだこいつ。ねじゃねえんだよ。まあちょっとリロードが遅いのは欠点だけど、そこはもう、もう足音の場所わからんかった。ちょ、ストックレス LMG 推しです。みんな使おうね。推し、こう推しの LMG だわ。そんな強いか。びっくりした。びっくりした。やばい、いらんの拾った。もう強すぎておかしくなっちゃう。あ、なんだこいつ。あ、集合射撃速度が欲しい。俺も早くストックレス UMP にしたいんだけど。いえ、ストックレス LMG をぜひ。マジ。それレベル上げたら勝手に手に入るやつでしょ。はい、そうだと思うよ。だよね。あらららら。LMG なぁ。はぁ、あ、これ中にいんのか。どこそれ。ああ。仲間。ちょ、リスポンがよくわからん。ああ、びっくりした。後ろについた。よくわからん。あ、車の後ろ。スタ。そういや、ここ登れるんだよな。あ、登れる。は。やべ、リロードしちゃった。あ、ちょ、仲間強え。味方のカウンター UAV が稼働。友軍 UAV オンライン。ミッション達成まであと半分だ。いいな、この掘り回しの速さ。LMG とは思えない。やっべ。使用感はもはやワンマグ100発の SMG っすよ、これは。強すぎだろ。砂つ、マークスマンと砂さ、エイム速度あんま変わらんのに、はい、砂ワンパンって理不尽だよ。いや、わかる。それはね、大いにわかる。OK? うわ、リスポン変わってそう。ほっ。いるよね。
味方だ。まだ分かりにくくない？敵味方。そっと、急に目の前に出てこられたら全く分からんわ。頭の上のマーク見ないと分かんねえっていうのがさ、そう。だるい。だってこれ、肝ポジ発見したかもしれない。ここ、肝ポジだね。もう、肝ポジ開拓者だもんね。開拓者だ。危ねえ。時間さえあれば肝ポジを探してるもんね。そう。そうじゃないんだ。醍醐味。醍醐味？やばい！ああ、やばい！ちょっと強すぎ。モダン3でやばい場面見つけたらもう負けなんだけどな、基本。この武器は負けない。そこ3人ね。なんか、はい。でしょうね。よろしく。でしょうね、無理無理、あそこリスチになって。俺のケツ持ちをしてくれ。ケツ持ち。ヤクザ。いや、俺 LMG ヤクザだから。やばい。おお、すげえ。これ超気持ちいい。ラスキル？はい。取り回しの良さを見てやろうぜ、ね、ボランあれ。あれで、さすがにちょっと遅いな、覗くの。いや、まあ、それは。まあ、でもいいな。でもいいよ。でもいい。はい。決まりだわ、もう。キルデス 6.7。てか、モダン2から武器引き継ぐなら銃声は。何モダン2さんの方がかっこよくてモダン3さんはしょぼいみたいになる。いや、てか多分しょぼさの原因は銃声というよりもこのヒット音なんだろうね。プチプチプチっていう。そういう昔もプチプチじゃなかった。なんちょっと違うプチプチじゃなかった。あ、確か全く同じじゃないけど、いや、プチプチ族でしょ。なんだプチプチ族って。プチプチ族結構あのなんだ、ミーム動画とかで使われてるじゃん、そのプチプチの音。ああ、確かに。キルコンか、これ。これキルコンやね。あの、キルコンでタグ回収しないやつは俺許さないよ。このマップは無理がある。まあ、無理はしなくて。無理は続かねえ。いや、せっかく敵の裏かけたのに、沼プレイで2キロを落とした。いい、せっかくいいルートを開拓したのに。ちょ、UAV 落とすの早。対空意識高すぎ、高すぎ、お前勘弁してほしい。エイム遅すぎ。マスナイフはエイム速度改善される。お前さすがに敵の砂はカスタムされてるもんね。あ、いや、了解だ。タイガー4が接近。はい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 、ターゲットに効果あり、ワンキル。タグ回収に行ってくれ。やだ。ちょっと待ってよ、マウスパッドが足りんかって今。ちょ、そのタグ開始してくんね。裏裏裏裏裏裏裏い裏裏い。俺多分今ゼロキルだぞ。ゼロだな。下手くそ。ああ、じゃあちょっとぜひあなたもこの LMG お使いになって。お使い。あ、おう、あ、ちょ、もう、あ、この結構な距離ワンパンで倒せるんだ。
そう、てかこのマップとキルポンの相性悪そう。ね、あー、あかん。きつ。マジ？左って聞いた。いない。あ、どっから撃ってる？じゃあハンドガン。ああ、うまいかい。このハンドガン2番手にしなかったんだけど、当たりどころ悪かった。この LMG の読み方わかんないんだよな。すごく変な名前の LMG。なんだこれ。下手くそすぎ。下手くそすぎ、ね、全然タグの回収はかどらないから試合進んでる感ないな。15対19で。ああ強すぎ。これストックレスの方が精度がいいってのはどういうことなんだろう。アタッチメントがいい。ベースが LMG だから弾幕張れるし。むずすぎ。おー、あ、スナイパー下手くそ。引退して。あ、でもスナイパーね、ひるみ、被弾時のね、エイムのブレイやべえと思う。やべえと思った。うわーお。いやー、上かよ。さっきめっちゃ敵に外しまくっておちょくられてたわ。痛いなさっき。おい、ここのルートめっちゃ強いと思う。いいぞ、俺のタグも回収してくれ。あ、なんかさっきからずっとリスポーン偏ってる気がするんだけど。危ねえ。はーい。なんでずっとここからリスポーンすんの。ずっとここやん。違うとこに行かせてくれ、そろそろ。ちょっと俺クソ強ルートをこするか。確認した。あ、バレた。こすりすぎてバレた。敵の場所を把握するにはもってさが絶対必要。なんかショートすんだよな。すっ、あっぶね。あーよし。おお、なんだ。さあ、誤射しやすいとさ、銃声的に聞かれるからさ、いいことなんもないんだよな。もうちょっと分かりやすくしてくんねえかな、なんとか。じゃあ、あ、どうだろう。戦闘音と敵の足音が分かりやすくなるパークあったじゃん。あれつけたけど分からんかったよ俺。ち、何が変わってんのかいまいち分からん。じゃああれは聴力検査かもしれん。あ、そういう。俺の耳はもうおじさんってことか。そう、耳がおじさん。現実を知らしめるパークやんそれは。年を知る分からせる。分からせパークだったのかあれは。知らなかった。おめえは昔のようにはいかねえんだよ。まあでも確かに昔のモダン、俺昔のモダン3やった時感度10だった気がするからな。今もう7だもんな。感度はもうおじさんになってるわ。よく昔あんな鬼感度で遊んでたよな俺。信じられない。信じらんね。
10だ。感度最高にしてた気がするもん。感度5000倍 ?5000 倍やばすぎ。よいしょっと。こんにちは。ハンドが弱くねえか。SAE だよ。なんでさっきからこの固定リスト。渾身の SAE 全然当たんねえし。味方のカウンター UAV が稼働。はあ。やべえやべえ。あ、やっとイエリスになった。できた。俺ずっと家にこもってる。は？お前悪しきエステートプレイヤーだな。そりゃモダン2出身だからやらないわけがない。いや、言うて俺もモダン2出身だけどな。そうだもん。最初の COD をモダンってやつ。あの COD4 をね、友達の家で遊ばせてもらったことはある。うん、だけど、モダン2より後だったと思う。っていうか、チーターがはびこっててやばかった記憶がある。それはわかる。なんかあの、プレステの丸×三角四角で文字書いてきてやった方がいい。突然謎のルが現れたりね。ファックユーとかよく流れてきてた。これ多分私ラスキルだと思うんだけど、ストックレスのくせにやばい距離戦えるよこの武器。あ、ストックレス環境だった。全然いけてる。全然いけてる。ストックレスだよこれ。信じらんない。機動性最強になるし、もういいこと尽くし、うん、なんだお前確保4点。え、キルコンやぞ。そりゃあお家でスナイパーやってたから。